今回の研究では、すずの原子核の形についての新しい研究成果を発表いたしました。すずというのは、缶詰の缶などに使われているので、よく知られていると思いますけれども、すずの原子核というのは、丸くて硬いというふうに考えられてきたんです。それはずっとあったんですけども、最近の実験データによって、その見方は間違っているのではないかということが分かってきました。でそれをスーパーコンを使った計算と新しい考え方の適用で、解決できて、論文が出ました。でどんなことかご説明いたします。それはこの図にあるようになりまして、すずでは陽子の数は50です。で中性子の数が50ぐらいから82ぐらいまでこう変わっていきます。でここにこうまん丸が書いてありますが、これはすずが丸くて硬い原子核であるということを表しています。で今回分かったことは、中性子の数が66から重いようなすずの同位体では確かにこうなんだけど、これよりか少ないところでは丸くて硬いという病造は正しくなく、このようにブヨブヨと変形している原子核であるということを見出したんです。でこれは結合エネルギーの変化なんですけども、そういうものを見るとこれが急に変わっているということで、ここのところで相転移というものが起きているということも見つけました。またスパコンの計算によってこの電磁霊気強度というものを計算したわけですが、それによるとここにありますように二山に分かれていて、で従来の計算ではこのような一山しかなかったんですが、スパコンの計算によって初めてこの二山であることが理論上分かって、実験とよく一致して、このような構造のせいでこのような二山になるということが分かって、10年以上にわたっての謎が解けたということになりました。今回の研究対象としているのはすずの原子核で、すずの原子核は陽子が50個と中性子が50個から80個程度、合わせて100個以上の陽子と中性子が集まってできていまして、この計算には後ろの写真にもあります理研の K や東大と筑波大が共同で運用しているオークフォレストパックスといった世界最先端のスーパーコンピューターを用いて計算しています。この計算にはモンテカルロカラー模型という我々の研究グループ独自の手法を用いて計算しており、最先端のスーパーコンピューターと工夫された計算手法を用いることで今回の研究の成果を出すことができました。大的なスーパーコンピューターでの計算時間ですが、 K でだいたい1500ノードを使って、で丸1日24時間程度の計算をすることで1つの原子核の1つの状態を計算することができます。1つの原子核についても3つ程度の状態を計算し、原子核自体も中性子数の少ないものか多いものまで20個程度の原子核を計算しました。この研究は文部科学省のポスト系重点課題研究の一つとして進められてきました。東大の原子核センターのグループが中心になって行っております。で原子核の構造の解明ばかりでなくてですね、さまざまな応用、例えば二重ベータ崩壊というニュートリノ質量を決めるために必要な研究、あるいは放射性廃棄物の処理に関わる社会的な応用を考えた研究など、基礎から応用まで幅広い範囲のものをやっております。また原子核の種類も今回のすずをはじめとして、軽いものから重いものまでさまざまなものを対象としてやっています。こちらにいらっしゃる清水先生が現在その代表を務めていて、最近話題であるその中性子母子の合体における元素合成に関わる原子核の性質などについても研究を進めています。このようにやることがたくさんありますので、今後もますますグループの皆さんには頑張っていただきたいなと思っています。